は激辛ジョニーエスケをまみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましたはい、というわけで今回ですね、北海道旭川市にありますスープカレー屋さん、ナーラックアジアンスープスタンドさんにやってまいりました。はい、こちらですね、北海道の札幌市といえばね、ここ今日札幌じゃないんですけども、北海道といえばね、スープカレー発祥の地ということでね、有名なんですけども、今回ね、このスープカレー、ちょっとね、この札幌スープカレーとはちょっとまた違ったテイストになるんですけども、ちょっとエスニック風な、こう、アジアン風な、スープカレーが楽しめるということで、今回やっていくんですけども、今回ですね、こちらの一番人気メニュー、納豆ネバネバスープカレーの、辛さ30番、はい、激辛唐辛子プリッキーヌの、パウダー3倍入りということでね、はい、辛さ3倍ということで、これに挑戦していきたいかなと思います。一応ね、その辛さレベルが選べまして、一応ね、その海塩ペッパーの辛さ増しに関してはね、無料でいくつでもできるんですけども、このプリキーヌがね、めちゃくちゃ辛いんで、タイの激辛唐辛子なんですけども、こっちの方をね、3杯足していこうかなと思うんですけども、今日ちょっとお電話して急遽決まった撮影なんでね、どんな辛さかね、ちょっとわからないんでね、非常に楽しみでございます。それでは、行った人の感想を見ていきましょう。ずっと行きたかったナーラックアジアンスープスタンドさんでスパイスチャージしてきました。毎日食べたい優しい美味しさでしたというレビューが上がっておりますけどね、辛さレベルが選べるということなんでね、辛いの苦手な方でも、このね、スープカレーが楽しめるところで、非常にこれおすすめでございます。ちょっとね、食べてみないと分かんないところで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来ました、来ました。こちらが納豆ネバネバスープカレー30番の、プリキーヌ3倍。うわ、もうこれ、スープカレー特徴のね、さまざまな野菜が入ってますけど、楽しみです。さあ、じゃあ行きましょう。いただきます。さあ、納豆ネバネバスープカレー30番のプリッキーヌ辛さ3倍ということで、じゃあ、スープね、いただきます。どんなもんかいと言ってらっしゃいと。さあ、やっぱカレーですからね、さまざまなスパイスが入ってますけど、あっさりした味わい。入っていく材ね、こうオクラ、キャベツ、しめじ、ブロッコリー、ナス、レンコン、卵、長芋、パプリカとか、はい、さまざま入ってますけども、これこの海塩ペッパーと、プリキーヌ、このパンチが効いてますけども、ちゃんと美味しい。そして野菜が具だくさんですからね、体にもいいと。暑くて辛いからね、これもう汗がもう止まりませんということで、これ発汗作用がありますからね。はい、じゃあオクラ、納豆とオクラでネバネバ2倍増し。この大量のしめじ、きのこ好きにはたまりません。一口でいっちゃう、贅沢に。いただきます。最高。この辛さの値を示すスコビル値というものがあるんですけれども、このプリッキーヌはね、スコビル値は最大こう5万スコビルと言われてるんですけど、ハバネロが35万スコビルと言われてるんですけども、数値的に見るとそんなにね、辛くなさそうに見えますけれども、結構ね、このプリッキーヌもね、調理方法とか、どういう食材に混ぜるとか、パウダー状にしてスープに溶かすとか、粗刻みにとか、いろんな調理方法によってもね、結構ハバネロとかそういった感じの激辛唐辛子並みに結構辛みを感じますね。ただこのハバネロと違ってね、ちょっとハバネロとかと違って、あんまハバネロとか大量に入れるとこう苦味とか独特の風味するんですけども、このね、プリキーヌ、非常にね、そういったこう独特な風味というか苦味はないんでね、ちゃんと美味しくて辛みのパンチがパンと出る、比較的僕はこれ結構好きな、唐辛子なんですけども、結構辛い。
さ、残すところはね、ちょっとご飯とこれ食べ終わったんでね。最後このスープ、あと具材、まだ野菜がこんなに入ってるということで、最後ねこのスープを飲みまして、この激辛バトルにキレをつけたいと思います。はい、結構ねこの粗刻みにしたプリッキーヌがこの下に沈殿してるんで、このスープはだいぶ危険だと思いますけども、今回いただきます。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ナーラックアジアンスープスタンドさんの納豆ネバネバスープカレー、辛さ30番のプリッキーヌ、3杯入り、辛さレベルじゃらららちゃん、辛さレベル7です。はい、7でございます。はい、タイの激辛唐辛子、プリッキーヌを使ったね、辛さがねパンチが効いてて、非常にね食べ応えのある一品です。あとねやっぱカレーはねこう様々なスパイスが効いてるんでね、本当にねもう発汗作用で、これちょっと食べただけなんですけども、もうねちょっと食べただけで、体中から汗が吹き出す、そしてねこれ野菜もね何十種類、もう 10種類ぐらい入ってんじゃないでしょうか。うん、辛いし、発汗作用があって、野菜もふんだんに摂取できるところで、これは健康にもいいと。そこにさらにネバネバの納豆とオクラ、長芋ということでね、これはいいですね。結構ね、あの激辛撮影とかだとやっぱこうね激辛ラーメンとかが僕食べること多いんで、まあこういったね、辛い、スープカレー、野菜も摂取できるね、こういったカレーがあるとね、非常にこう僕的にはねすごいありがたいなと思います。胃にも優しいし素晴らしい。うん、美味しかったです。うま辛スープカレーでございます。はい、別にあの激辛カレー屋さんではないんでね、別に辛いの苦手な方でも、辛さなしもできますんで、ぜひぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。はい、今回ねこの納豆の、ネバネバスープカレー、紹介させていただきましたけれども、北海道カオソーイとか、これはね当店の麺料理人気ナンバーワンメニューらしいんでね、こういったねちょっとタイ料理も好きな方はねちょっと、寄ってみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきあります。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。